はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、トクです。ゲストに領導さんまた来てくださいました。久しぶりです。ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。なんか領導さん前回ね来られた時からなんとチームランクの方がぐん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 と上がったそうで、はい、もう SS ですか。いや、到達しました。おめでとうございます。ありがとうございます。39,024。このエンブレムかっこいいっすよ ね。もうだってお会いした時で8とか7とか8とかでしたよね。 7ですね。いや、2ヶ月で頑張りました。いや、だってさ、7とか8って一番伸び悩む時だよ。間違いないです。うん。なのにもかかわらず、さすがダンジョンすごい。いや、角田ですね。一番助かったのは、ね、はい。まあ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 、この今日のこの動画ではですね、一応サクセス対決、バンプでの今経験点とかいろんなの出てますから、一応ね、まあイベキャラの差とかそういうのも多分あるとは思うんですけど、一応対決ということで、はい、対決しながらいろいろなね話を多分トクが振ってくれると思うんで、はい、まあ雑談していくという動画でございます。はい、よろしいですか。はい、大丈夫です。僕はですね、きっとこっち集中しちゃってるんでまあ和気あいあいとやっていきましょう。はい、そうですね、やっていきましょう、うん、バンプどうですか。いや、むずいですね、うん、僕あんまりこういうのサクチャレ系のイベントあんま得意じゃないんで、はいはいはい、ちょっと試行錯誤って感じです。なるほど、はい、まあ頑張っていきましょう。はい、とりあえずもうね始めていきましょう。わかりました。始めながら雑談という形で、はい、これアイテム持ってっていいですか。自由に。いや、良三さん今まさにあれでしたけど、サポーターとあのやる気上がるやつ、あれを持ってくタイミング分かんないですよね、うん、結構なんかサポーターとそのやる気上がるやつを持ってってる人いた。ああ、うん、俺も結構ね、いろんな人の生放送とか実は今最近見てたりしてて、やらしいっすね。うん、だろ、ちょっといいやつ厳選したいんだよないいやつ厳選やっていきましょう。つかなかったです。何もつかなかった俺も。一応対決ということで もうただ単に経験点でいいんですよね。そうです。わかりました。まあでもせっかく2人でね、今同タイムでプレイしてるんで、どっちかがやっぱり15,000とか出してもらってランキング乗れたら盛り上がるね。はい、うん、そこ目指してまずやってほしいですね。わかりました。なんかタッグが来たタイミングでちょっとちゃんと挙手していただいてですね、今こうだっていうのは言っていきましょう。わかりました。私なんかここキーパーソンみたいな、うん、こここう行くからこそ次こうなるぜみたいな、その布石、ね、打つタイミングとかは皆さんも参考になるからね。はい、ぜひ挙手制とかではなく、もう好き勝手に申し上げてください。わかりました。僕はなんか、はい、徳さんにアドバイスいただきながら、はい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 、やってもいいですかね。もう普段僕はね、いつもアドバイスもらいながらやってるんで、結構そういう感じで俺になりきってやっていいっすよ。やった。あ、カズエンドってこんな感じなんだ、多分わかると思います結構聞いちゃうから。いや、もう全然、本当に全然できてないんですよね。もう結構やってるんですけど、まあ結構多分、うん、それなりにやってるんですけど、はいはいはい、11,000点が最高なんで、はい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 、まあ、刺激できたら嬉しいですね。ああ、ミリオンいっちゃった、うん、カズさんの方は、どん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 おしゃべりください、うん、刺激中ですここ大事。うぃれー、ここはしえっちゃっていいかな。しえっちゃっていいと思いますね。ちょっと僕の方にも来てほしいです。しえっちゃって、ああ、ミリオンちってやったかな。まあ、ただね、俺何回かやってるけど、セクワンセクニってもちろんね、点数取れてるに越したことないけど、あんまり関係ない。もちろんです。そして私5タック来ました。ただ誰一人光ってないっす。ありがとうございます。そして怪我率 9%。 すごい。いやー、ちょっと渋いねこれは。良三さん、いや、まあ、いやー、最初はうわ全然、うわすごい、あれ2連発ですか。2連発だった。2連発5。すごい。でも今日一日良三さんとはね、バンプを語りながら一緒にプレイしてたんですけど、良三、うん、さんもセクワンで5タック何回出したか分かんないです誰一人タックしなかったです。誰一人タックできないオレンジ色で、何回良三さんで本当5タック出してたか分かんないです。これどうしたらいいかな。いや、もったいないな、アイテムは。だから
行くんだけど、もうもうくそ、いいっすね。だしタイミング的にもここで刺激に移せたらね。なあ、ここでグキる 7%。 そう、結構カズさんもグキった。グキった、結構グキ率高めです。なんかあのツイッター見てたら、うん、あの4回グキったけど1万5000点出た人っていうのがいた、いらっしゃったんで、あの最初は関係なくそうめげずに頑張ります。おお、ここで今 C キープできたのでかいっすね。そうっすね。でこう体力回復絡むんで、うわー、休みましょう。あ、そっか、これキープしたままってことですか。はい、緑になれ、大事ですよ緑。まあ吸収はいい、まあ、セクワンでの吸収とか特に美味しいと思います、うん、いや全然570なら問題ないですよ。問題ないです、ね、一回コースストップでカズさん待ちましょうか。待ってください。あ、吸収できるのいいっすね。最大値上がりますからね。ね、あとあとでかいっすね。よし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 、おお、これはちょっと上いきます。そうっすね、強いな、それ強いんですとても強いんです。さあ光ってるよ、まあ悪くない。うわー、しかもブラッドタック絡んでる。大丈夫っすよ、良造さん巻き返しましょう。ブラッドタック頑張ります。ブラッディタック、ブラッディマンデー、ブラッディブラッディプラティニ、ミッシェルプラティニ、ヨハンクライフ、モハメドアリ息ぴったりっすガブリエルジェズスバティストゥータさあセクワン終わりました。6、9、4、大して変わらなかった。よかったですね。いけます、リョウゾさん。さあセクに行きましょう。はい、ただカズさんは結構ね、これ評価上がってる。カズさんは下選んでくれるんじゃなかったですか。何言ってんすか何言ってんすかまあでも本気のカズエンドさんを潰してなんぼ。さあ、うわいね、うん、これもう一回休める。いやでももう一回休めますね。休みますか。いやこれね結構きついよ。いや3ターンだったんで多分大丈夫です、うん、カルロス・サンターナ、カルロス・サンターナうん、うわ渋渋いな。いやまあでもとりあえず欲しいだけ、まあね、止めておきます。まあさっきナルミ止めても良かったですね、これだったら。結果論ね、うん、でも できれば。でも結局そこでやっぱり今3人いたとしたらね、うん、めちゃくちゃでかい。まあそうっすね、4ターンが続きますからね。しかもあでも刺激いっぱいあるんで。おお、これはでかい。シゲキックス、シゲキックス、シゲ、刺激、シゲキックス、シゲシゲ、シルシル、チルチル、ミチル、ケイ、これだいぶでけ。うわ、ちょっと待って、逆にこれだいぶでけとく、ね、あ、だからこれもうこれいっちゃって。そうっすね。でしかもだよ、これしかもだよ、しかもだよ。え、はい、ここね、今4人で4ターンで、しかもうわー、ここわここ緑だったらやばかったな。やばい、あ、こ、あ、いやまだいいじゃないですか。じゃあここにいたらマジやばかった。ここまず行って、セクニスタートでそんないい。でも大丈夫ですよ、流れっていつか急に来るし、ザワワのようにね、急に消えるしまずはやっぱりさあここマジ大事なんすか。カズエンドさんのデッキと僕のデッキだと5人、うわすごいね。終わった。ほぼほぼ僕の方 SR なんで、やっぱタック組めるのがちょっと遅いですよ、ね、これカズ刺激した方がいいんじゃないですか。そうする、ちょっと待ってね。あ、やべ、強化、あやべ、間違えちゃった。それは間違いっすね、黒蔵さん。今完全に間違えちゃった、喋りながら言ってたら間違って、これ、おー、でもあ、これでいいか。そうっすね、結果オーライパターン、結果オーライパターンです。え、俺ここでさ2ターンいけるんだったら、これって上書きされちゃうの。上書きされちゃいます。変わんなくないじゃん。いやでも吸収にしちゃったら、うん、おお、良造さんでかいっすね。こっそり3人止めれました。カズさんの場合これ、うん、吸収になってその次になったら、うん、この流れって終わっちゃうじゃないですか。でも刺激して次の練習が緑だったらまたその流れ作れますから。そうだね、そうだね。よし、ありがとう。やるじゃん。ういー、ピーヤピ
ビーヤじゃねえよ。ちょっと潰せないですよね。ビーヤじゃねえよ、トーク。いいよ。結構見てる皆さんも見どころがある感じになってきてるよ。さ、緑。うわ、うわ、うわ、うわ。ウェーイ。まあ、緑じゃなかったらしょうがないけど。うん、誰だっけ。さあ、そしてこっちも4ですね。タッチ、おたちたちとな、おなるみ。お前さ、その「お」をつければさ、全部丁寧に思うなよ。あれ、誰そこ思うなよ。おたちたちとおなるみと。だから、「お」をつけたら、全部、なんか、俺大丈夫だぜみたいに思うなよ。さあ、カズさん、けい。うわ、すげえな。キノコ、ノコ、ノコ、元気ノコ。今のでも分かりますけど、やっぱり初期評価ってマジ大事っすね。キノコ、ノコ、ノコ、元気ノコ。もうテンション上がってくるよね。やばい、負ける。おきのこですか。おきのこです。まあでも、りょうさん、まだ問題ないです、うん。流れっていきなり来て、いきなり消えるんで。そういうもんです。私も強奪です。よしよしよし。ただですね、ちょ、待って。今ブラッドゲージどんな感じですか、リョウゾさんの方は。こんな感じです。さっきのカズエンドパティーンと一緒なんだよね、これ。え、どういうことですか。あ、さっきこっち行ったりとかした方がいいってことですか。そうですね、ここメンタルとか行って、はいはい、さあ刺激に来る。で、もう一回刺激使う。そうそうそう、次4人とか5人とかいてくれたらまたそこにいたらいけるじゃないですか。なるほどね。ここをもう、ここ変化いっちゃうと、はい、このポイントかっさらって次の練習もいけるけど、その流れをキープできないっていう。でも2回いけるんですよね。そうっす、2回いけた。あ、でもそっか、ゲージが減るのか。そうっす。なるほど、難しいな。じゃあちょっと信じてこっち行きます。ちょっと待ってください、冷静に考えます。変化いって、はい、強奪になったら、はい、もう一回練習できる。でも今メンタルに行けば、はい、さらに刺激が2回できる、はい、でその時に最低3でしょ、はい、4か5の可能性がある、はい、だとしたらこう絶対メンタルいきましょう。で5を待ちましょう。ここはもう3じゃ対抗できないです。5、ほぼ5です。確かに3じゃ対抗できないですもんね、今のカズエンド。あ、でも風の見てください、頭ポリポリ書いてます。そうなんだ。これどっちですか。うわ、なんか来た。これ強化は熱いんだよね。強化の方がいいんだよね。強化より、うん、吸収の方が意外とポイント入りますね。あ、じゃあ吸収しとこう。これどっちか分かんないです。ちょっと待ってください、僕調べます。分かったよ。いや、その言い方の問題じゃないから。悪いけど全然分かってないから、そういう意味で言うと。すいません、うん、ここは上にすると未了になってしまうので下で。うわ、めっちゃ入るじゃないですか。吸収にしてよかったっすね。いや、吸収にしていいんだけど、ここでも来い。あ、これ、いや、3か。まあでもこれでも止めるしかないですもんね。そうっすね。え、とくこれさ、これはもう普通に吸収した方がいいんだよね。一回皆さん、ちょっとカズエンド画面を注目です。注目。練習です言うと700、800ポイントぐらい入ります。そして刺激になる。吸収で言うと370。練習で700ポイントぐらい入るんですよね。入る。で、削られたとしてもう削られちゃうのよ。まあでも、まあ、オール20削られて体力減らされてやる気2つ下がるって結構っすよ、うん、そうだよね。ここ吸収だね。吸収だと思います。ここほっそり。どうでした、ちょっといいですか。実は4。いや、うえーい。そうでしょ、すげえじゃん。しかもまあ吸収だったら悪くないですね。いっちゃいます。はい、レドさん楽しいんだよね。いや、楽しいです、うん、ただ4000点いってるかな。さあ、ここでもうえー、最大値12上がったよ。すごいな。3に、ここで、ここで全然じゃないですね。ここでここだね、緑にしとくだね。よしよしよし、3200ですか。そして私も終わりました。さあ、何点。3354結構出してたからな。そんないってないよ。43。いやー、大ポイントです。大です。あの刺激の時に、そうっすね。もう少しできたかっていうだけだったんで。次やった時も、ちょっとあの、2回しか結局止めれなかったんで。いやー。そうですね、そこがハマってくれば。まあでも結果的に5タック受けたから。さあ。
いやどうしよう、はい、うわ全部なくなっちゃった。ここで緑がないし 1っていうのが一番つらい。まあでも吸血でいいかなとか思いますけど僕も。ポイントどれぐらい、あ全然入んないか、全然入んないです。じゃあ吸収そのまま行きます。どっかそうっすね、どっかの吸収この辺スカウトとか行ったとか、そうっすね。おー風の中、顎までかき始めましたよ。顎かいてねえよ何もかいてねえよ。さあピカリンタイムです。まずいぞ。一人よしよし入りましたピカリンタイムよしが入りました。風の中ここ休みます。さあピカリンタイム。じゃあこれもう緑むずいなー。さあカゼンドピカリンタイム来い。使って使っこれ180使って緑いって、うん、そうっすね、でいいですよね。はい、まあ、俺もここはもう使っちゃってます。2人止まんない、いっちゃうか。おおでも2人を2ターンは十分ですよカズさんね。最低2の時ってなんだかんだ最低で俺3来るイメージありますよ。うん、そして回復もかぶった。いやー全然来ない。まあただこれは一旦ね、この次が大事っていう感じで。なんだなんだなんだ、またあウェイ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 、うわカズさんいい調子だな。すごいな。これ新しいイベントですよね。入ってないんだよねまだ情報。ゲームウィズさんの方に書いてあった気がしますけど、ね、承知いたしました。すみません承知くばい。さあ行きます。え乾燥してますよ。してないよ。ウィーしてないよ。ウィーそこでしっかりチェックしたから。指紋をかばう、もう見ながらやったら多分上の方に書いてあると思うんですけど、指紋をかばう、もしくは魔法を呼ぶ。ウェイマジかやば更新するんじゃないですかそれ。するかな、わかんないなんか割と上の方にあった気がするんですよ。え、指紋をかばう成功失敗があるんですよ確か。そういう次のないっすよ、りょうぞうさん。いやいや多分下なんですけど、確か下だった気がするんですけど、まあ、いいか、下で行こう。まあ、結果的にですね、さっき2人のところで刺激しっかり行ってよかったっていう考えですね。そしてやる気が落とされた。いや、これ2人止めるしかない。うわ、5人来た。マジでやば、本当にやばい。やる気落とされたけど、刺激関係ないですよね。関係なく来た。ノラゴ、ノラゴ、ノラゴ、ノラゴすげえな。うわマジやる気落とされたの一番いて。やる気上げるやつ持ってきてないですか。持ってきてない。ナイツオールナイツオールナイツオールナイツ。いやー見た、見てない。聞いた、聞いてない。カズさんこの笑い芸人してますか。知らねえ、誰だよ。加藤健太郎しか知らねえよ俺皆さんディエゴ加藤しか知らないよ本当に。見てないから。ローゾーさんもそこそこにタック踏めてるんだけどね。いやでもどうすかね。でも結局やっぱり5なんだよね。5、4。そうなんですね。うわここでまた3来た。ノラ、なんでノラさんノラさんよ。これもう一回いけるよな。いけるな。いきますね。野田さんすげえな。僕も来ないからな。一人です。僕は一人です。さあ、怪我すん。怪我しない。必死のままいくか。さあ、やる気だけ来い。クラクラしないよ。うん、ここはいいよ、もう。まあ、今の良造さんの判断すげえ良かったと思います。クラクラしないよ。オッケー。一回練習見る。うわ、また野田さん。カズさん静かにしてください。野良さんでーすえーいいくつ絶対こっちの方が高いの。300ですね、そっちは300。こっ
っちの方が高い。高いっすね。あ、498。こういこう。まあ今の良造さん見て、あの分かるように吸血もね結構強いですよね。吸収か、吸収、吸収結構強いです。強化より俺いいと思うんで。あ、ね、こっちもじゃあこうやって。ヘイ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 良造。よし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 。さあそしてそして来るのか。ただここね、ここすごい大事。ここの2を簡単に、おーいいっすね。青なんだよな。ここ別に回復する必要もないやな。すげえ考えてる。ここ火炎道休みます。ただ遊ぶもワンチャンないかも。遊ぶ、よしよし。30回復した。おっと、このイベントはなんだ。あ、これは大丈夫です。大丈夫ですか、はい、あ、そうだね、光ってんです。僕も光ってます。うぃ、しかも刺激。これはありがたい。こっからの、こっからのこの次、ちょっと待って。クラクラ来た。まあでも遊びましょう。アイテムは量産の何をお持ちで。アイテムはマックス村井。ちげえよ、うん、ここも火炎度休みます。アイテム使わない、使わない。変わるから次いつ使うの。今、来週です。来週です。5791、ちょっときついですね。7000ぐらいは出てないと。7は出したいですね。ちょっときついかなって感じです。さあ、そんな中これ刺激に変わるやつある。ないっすね。本当にない。2番目でいいんじゃないですか。バラエティ、いや、でも今何っすか。今は分かんない。多分吸収か強化。吸収か強化だったら吸収の方が俺いいと思うんですよ、うん、それで言うとですね、調べてもすぐに出てきません。それあれじゃないですか。上を選ぶと魅了、うん、歴史を選ぶと、強化、うん、で経験点で言うと一番下がいいんで一番下でいきましょう。温泉番組でいいの。はい、よし、やる気下がります。いや下がんないでしょ、前もって言ってくれよお前は。8283。いや、すごいな。おー、いいっすね、いいっすね。オッケー、頑張るぞい。カズさんは5を出せばなかなかいいペース。なかなかいいペース。リョウゾさんは5を5回出せばいいペース。結構きちいなそれ。それ5000点ですよ。5000点きちいな。さあ、はい、まあ、ただ刺激のリョウゾさん、はい、休んで、休む方がいいですかね。スタミナ行きます。じゃあスタミナ行くのありっすよね。マックスだし今マックスあるから、うん、扱っ、次扱ったらそこで刺激するみたいな感じですよね。3で熱くなかったら普通に休む。そうです。難しいよな。おっ、おっ、おっ、はい。いや、休みましょう。あ、休めるかな、休めるかな、休めそうですね。残り3と表示されているうちはか休める説です。信じてます。頼みます。お願いします。よし、よし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 、いけるいけるいける。しかもえ、これで残り3ターンしかいけないの。辛いですね。辛いですね。VC ですねこれ。ってことはもう一回休めるってことになっちゃいますよね、うん、結構怖いですよね、うん、これなんですか。これ初めて見ますね。発表いたします。発表してください。お願いします。ミッドフィルダー5番、下を選びましょう。言われるがままに。おっと、カズさんも刺激モード入りました。さあ、ここマジ大事。いやー、リョウゾさん来た。おー、おめでとう。ちょっと待ってください。これは今刺激になってんだけど、これ下で刺激っす。一番下、はい、やばい。違う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 、
また別のイベントだそれ。危なかった今マジで。ボコされるとこだった。本当ね。すぐボコしてくる。そうだよ。これは、うん、上で刺激、二つ目で強化、三つ目で体力回復。じゃあミサに相談でいいのね。ミサじゃないですけど。え、何？あ、ま、いや三つ目で体力回復した方がいいですよ。あ、そのままで？はだって今刺激っすもんね。刺激。だとしたら。え、三つ目って上から三つ目、はい？これね。はい。怖いんだよ本当に。サンキュー。さあ、両蔵さん、この後の2ターン大事っす。いや、そうですね。特に次、練習が緑か緑じゃないかも、めっちゃ大事。おぉ、ピーや。いや、これはピーや。頼む。何？ 2 人か、まあでも行こう。で、俺はもうカンストギリギリ。いやもう今のはもうこれで4いけば十分っす。そうですね。5、4、次は 5？ まだ練習でいきますよ。3、あこれ、いや踏んだ方がいいですよね。踏んだ方がいいっすね。回復した方がいいですかね。回復の経験で見たいっすね。いった、じゃなくてドリンクがあるんですよ。あ、吸血も222点。まあそれだったらマックスこのタイミングかもしれないですね。もうあ残りターンも少ないから使った方がいいですよね。はい、くい、これで練習します。よいしょーす。一応手置きまーす。キレッキレッ木の高一キレッキレッやるったる。さあ、はい、一人ですね。これは練習スタミーで、スタミーで。そうですよね。踏めますよね、まだ。コントロール。監督評価多分ね、どっちもやばいですよ。忘れてたでしょ。気にしてないかったですね。うわぁ、うわぁ。あ、ダメだ、これ、ダメなやつだ。うわ、もう残り4ターン、ピーや。ピーやじゃねえよ、お前、ほんに。こういう時ってどうすればいいんですかね。もう、一番少ないところ止めるしかないです。だと思います。この時点で目指せ1万5000点みたいなとこが終了のホイッスルですね。そうですね。さあ、ただ風のこれ監督やばかったですね。今一回踏めばいけました。監督、あ、いけるんちゃう。ギリいけないか。これ踏んで、これ踏んでと。風のはリリーフです。風のリリーフリリーフです。どっちにしても一回あれしちゃうからもう休んじゃいます。もうそこ、じゃあリリーフ、もうそこまで面倒見れない。遊ぶでもいい、申し訳ないけど遊ぶでもいい。監督の面倒まで見てられない。見てらんない、もう無理。監督がね、そうだよ、カマチョだからね。もう本当に全然見てらんない。はい、両蔵さんもリリーフです。いや大丈夫、そう、出番操作多分来ないと思う。何やっちまったな。男は黙って、サクセス。男は黙って、ウィーレパワープレイ。おウィーさあ、ウィーおー、数結構変化ついてるな。変化球結構数が全然違いますよね。でもあの細かく見てください。77331です。さあお願いします。うーわー、ひどいなこれは。遊ぼう。メンタルが刺激だったらそっち行きたいですね。いやーマジピーやだわ。頼む、刺激、刺激の変化、変化統一。お、あ、ダメか。お、2人、おお、行きましょう。これは結構2人いるとね、もう2人来てくれる可能性高いからね。高いっす。うん、さあここマジ大事、マジで大事。よし、勝ってる。さあカズエンドにミラクルが。何か、ここちょっと一回休もうかな。うん、どうしよう。
でも数1万5千を目指すなら休んだ方がいいです。そうだね、さあここ頼む、光っててくれ、まず光っててくれ、よし光ってる。さあ何人もう一回休めって言ったらいいですか。もう一回休める、もう一回休むか、もうその可能性にかけた方が、ああ俺 マックスドリンクまだ残ってるから、俺残ってるんかーい、残ってる、5000無駄にしちゃいますよ、知ってるよ、そこはさ勝負仕掛けないで、いやえ、サクッとサクッととかじゃないですよね、リリーフなんで勝ってもらわなきゃ困るんだ。ケイ、やばい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 、両蔵ビクトリー、マジで勝ったの、勝ちました、なんとか甲子園までたどり着くことができましたか、はい、カズエンド VS ダンジョン、いわゆる今ウノゼロ状態です、ウノゼロ、さあおえー、頼む、打つやん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 、よし、さあカズさんも、ま、2回休んだから、その2回休んだ分の成果を見せてくれ、まずは光ってろ、まずは光ってろ、さあカズエンディトレンディ、斎藤さんだよもう一回滑れないですか、あの休憩で見れます、楽しそうだけど、あもう一回滑れます、なんでわかんない、もう残り3ターンで出てると、うん、いける説本当に、あ本当です本当です、刺激の限界が4ターンだから3のうちはまだ余裕あるっていう、えこれ休むと遊ぶだと休むの方が少ない、少ないです、その説が本当かいまいち言い切れはしないですよ、でもそれで俺何回も成功というかあれします、一回も失敗してないですよね、ほらあげて落とすまあこの残り3ターンに全て、まあ、1人を抑えてればね、3ターンって2ターンかもう使わねえじゃん俺、マックスパワーサクッと、僕サクッと押しました、男なら黙ってサクッと、男なら黙って3分で、何の話してる第3球を打ちましたすいません、本当にすいませんおお3点ありがとうございます、頼むよ頼むよ、ノーアウトだね、うん、遅い、伸びないとめっちゃ遅く感じますよね、そもそも140キロぐらいしかないですけど、さあ遅いですね、俺が今投げてもサクッと150ぐらい出ますからね、多分小豪月そんな球速ありましたっけ、大豪月です大豪月です、そう今気分はもう大豪月だから、どっちもいけるからバイセクション。ちょっと待ってください危ないカズさんがここで2点を失ったチーム名だけ見たときに上は何ですかね、マグエンドの間ですか、いや間違ってます、マブ、陽蔵さんも一緒ですね、そりゃそうだよスコアボードにマとブと出てますけど、マはあの噂のマグエンドですか、いや、マチェットです、カズさん集中してください、なんで2回言ったんですかここを抑えれば流れてきます、流れていきなり消えて、いきなり来るんです投球、これから2球目第3球を OK、 うん、勝ったの？はい、勝ちました。そうでしょ。俺もうこれで終わりだよ。じゃあワンチャン。マジですか？あ、え、まくれる可能性が見えてきた。ちょっとありますね。アイシューズカード5枚分ゲットするかもしれないですよ。ありがとうございます。俺が勝ったらいくらか知ってますよ。勝負ってそういうもんですよ。ここはね、良造さん、はい。困ってますよね、今、はい。守備の吸収にするか。あ、でも今それぐらい。あ、でも安。守備行って。これ経験高いですよ、
さらにここで追い込む。あの点取れ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 負けた。さらにここで練習踏んで体力ゲージを減らして、でも次のタックが来たらタック踏むし、いやタックをにかけるか吸収で稼げるポイントに身を委ねるか。マジマックスパワーもったいね。タックにかけた方がいいですかね。したらじゃあここ吸収でいきましょう。あの吸収しちゃいましょう。もうで変化カゼンド16,68です。頂戴いたしました。いや、どう、いや厳しいな。石鹸伸びなかったっすね。え、セックス上がっていくつでしたっけ。8000。そっから2000。結構厳しいっすね。でもなんかそれがパワープロって感じしますね。お前がまとめんの。そうまとめんの。いやまあでもこれも結構ね、カロリーバー手に入れた。ごっちゃんでーす。カロリーバー。そして良三さんは毎回初回にね点を取っていただけるんで素晴らしいね。ナイジアとね、いいチームメイトです。あのあれですね、チームプレー丸タックこなすすぎて多分そういっぱい遊ぶしたんで、そこら辺の鶴見とかね、戯れるっていう、そう方には時間を割いてきた良三なんで、戯れる良三ね。ガゼンドがですね、あのスタジアムやってます。ちょっとなるべく早く。カズさんスコア覚えてください、ね。あ、やばい。1万200。ほらー。1万でいいよ。俺1万でいいよ。1600なかったでしたっけ。ちょっと舐められてますね。うん、俺1万でいいよ。1万でいいよ。1万600でしたっけ。確か。じゃあ1万。じゃあ1000ぐらいでしょ。じゃあ5人にしよう。1万1000。で上がったんですか。まあでも、ホームだからここ。あ、確かに。あれ俺らのホームだから。通りでアウェー感出てると思う。出てるでしょ。嘘でしょ。あとー2点取られちゃいました。こんなキャラいたっけ相手。キャラじゃねえか。スタジアムだ俺。スタジアムだ。つっついてる。リョウゾさんこう集中っすよ。もういやもうこのまま出番操作ない方がありがたいっすよ。よし、すごい。無事決勝ですか。ナイトメールツーランホームラン、はい、多分満点もらえると思うんですけど。ごっちゃんです。さあこのタックお願いします。5お願いします。ノラ5。あ、2人。あー1人だ。辛い。どうしよう。30って、まあここか。行くしかないですもんね。じゃあ行きましょう。これでも1万7000、どんな気分で出したんだろうね、今の1位ね。楽しいっすね。絶対楽しいはず。ずっとタックしないと無理っすよね。でも要はさ、やっぱセク1で伸びなくてもセク2で行く可能性も十分あるし、かといってやっぱセク1セク2セク3ダメでもセク4もう大ハマりする可能性もあるから、アルゼンチンだからもう最後までやり続けることが大事で。すごいっすね、相手のチームでロサンゼルススワローズですよ。すごいね。結局どこだよ。読売カープって見たもんだろ。読売カープ。ああもう無視ってたまに。いやいやいや、広島東洋スワローズみたいな。いろいろっすね、うん、時代の変化も対応できない。対応ホエールズ古いっすね。年の差がありますからね。そうだよ、あんまないっす、こっちは。そんなことないでしょ。良三さんも結構いい年だよ。いやだからこういう感じです。そうそうそう、ね、ああなるほどね。世代的に。あ、おぉ、やった。え、そんなバグってた。いや、全然です、全然です、全然ハマってなかったです。え、ちょっと待って、あれ1万1000になったんですよね。いや、1万1263かな。あれ、やった、1つカード100万円です。おめでとうございます。おめでとうございます。マジかよ。あ、マジか。これ更新してないかなっていうか、僕してるんじゃない。だってそんな稼いだイメージが俺ないんだけど。いや僕も全くないです。どういうこと。 すごいですね。すごい、羨ましい。だってセク4で2位か5000とか、セク3終わって、うん、
ってことは6、7000稼いだってこと、うん、6000、そんな稼いでさ、いや全然です。いや、おめでとうございます。ちょっとここはもう私の負けということで、なんか、うん、はい、なんだよ、なんか手に入れました、そういえば。ん、まさか。あ、じゃあそれ言っちゃってください。言っちゃいます。言っちゃってください。いや、勝利報酬。ちなみに誰欲しいとこあるんですか今。なんだっけ、サイリミクリア、おー、おー、魔法が、からカラデートじゃない、うん、井戸端を回避してくれると、はいはいはい、噂のね、なんか2枚ある。あ、多分2枚、2回やりましたよね。2回やった、このイベント2回もらえんだよね。あ、じゃあこれ両方いっちゃいます。頑張ってください。これ1個ずついきましょう。1個ずつ。みんな良造さんのリアクション見たくて今見てくれてますから。そうだよ。本当ですか。はい、僕割と淡白ですよ。すごいなさあ、暗転をしてほしい。いや、5です。プラ5です。あー、ウッディね。ウッディ、これで、なんですか、うん、乱数調整します。あー、次うまいね。こっちが大事ですから。一回ノーマルガチャとか入れておきます。じゃあ、いや、ノーマルガチャでちょっと N のミクリアとか出たら困るんで。じゃあもう こっち出します。もうね、はい、お願いします。ウッディ出てるから。そうだよ。算数計算しよう。ウッディやっ。算数。乱数だ。乱数。算数。どっち？乱数です。算数。小数。小数っていくつ？来い。3.14。1592。よっせ。5ですね。ありがとうございます。ミッキーさん。ミッキーさん。ちょっと待ってください。ミッキーさん。え。あったら本当にします。2、2、1。ちょっと待ってくださいね。2、2、1。うどみきみきさ、結構持ってるね。できんじゃん。もう、いや、でもこれ多分全部プラゴじゃないんですよ。あ、そうなんだ。だから一応取っといてあるって感じです。真ん中の列なんてカグラ以外いらないんじゃない。逆にカグラいらないんじゃない。いや、カグラ PSR 待機してます。一応多分ガチャ保管庫にもいるんで、カグラは。なるへそ。今ウドと、あ、あれか、ヒジリか。そうだね。まあ、この後の動画のあれでやる、なんか良造さんどうたらこうたらっていう話するでしょ。そうですね。そこにしようか。はい、うん、まあね、ミキサーするかしないかも自由ですし、まあ、次の動画にじゃあ行きましょう。じゃあそんな感じでですね、もしかしたらどっちが先か分かんないです、うん、そんな感じで、はい、また動画でお会いしましょう。カズエンドの敗戦でございました。なかなか勝てねえんだよな。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。